のフレッシュマンは阿蘇市宮地にあります肥後銀行宮地支店にお勤めの方ご紹介します。よろしくお願いします。お願いします。ではまずお名前と年齢を教えてください。大塚千奈美24歳です。大塚さんはどちらにお住まいですか？南宮原に住んでます。こちらの肥後銀行にお勤めになってもうどれくらいが経ちますか？今2年目になります。普段はどういう業務をされてるんですか？基本的に三島では窓口にいつもいます。じゃあこう毎日いろんなお客様との対応をされていると思いますが、これまで嬉しかったこととか、なんか仕事のやりがいってどんなとこでしょう？笑顔がいいねって言っていただいたことが一番嬉しかったです。では少しちょっと個人的なこともお伺いしますが、現在24歳、結婚願望とかはありますか？あります具体的に何歳ぐらいまでにしたいとかは？あんまり考えてなかったですけど、でもあります。あります、はい、どんな男性がタイプですか？優しい人がいいです。はい。じゃあその優しい人と阿蘇市でお出かけするなら大塚さんどこに行きますか？銀行の近くにもたくさんいろいろあるのでカフェとかいろいろ寄れるところがたくさんあるので、そうですね、はい、ですね。宮地だったら門前町商店街とかもありますね。なるほど。では最後にあちらのカメラに向かってお勤めの肥後銀行宮地支店の PR をお願いします。商店の人も多くて活気のある笑顔の多い職場になってます。ぜひいらっしゃってくださいありがとうございました。大塚さんちょっと緊張してらっしゃいますか？緊張してますはい、今月のフレッシュマンは、肥後銀行宮地支店の、窓口業務を中心的にされている大塚さんご紹介しました。では最後に大塚さんは右目元ピースで私と一緒にフレッシュマンのポーズで最後は決めていただけますか？それではいきますよせーの、フレッシュマン。